にちは、シーマドです。今日はですね、スタジオ来てます。ちょっと空調の音がうるさいんですけれども、ですね、先日山本教授さんがこんなツイートをしているのを皆さんご存知でしょうか。このですね、山本教授さんはライブの時に G1 Zoom の G1-4 を使って、で、アンプは JC、 それでもう大きいイベントのステージもこれでこなしてるっていうのを見ましてですね、こちらですね、このツイートにですね触発されてですね、いても立ってもいられずスタジオへ参りました次第でございます。早速ですね、この G1X、 まあ僕の G1X4 なんですけれども、これを JC120 につないで鳴らしてみたいと思います。で先日家でですね、僕こんな感じで G1X4 を鳴らしてますっていう動画上げてるんですけれども、まあそのセッティングのまんま、家で使ってるセッティングのまんまですね、鳴らしてみたいと思います。では早速鳴らしていきたいと思います。 JC は、つまみ12時です。ボリューム以外つまみは12時にしております。あ、こっち側につけてます。こっち側、リバーブとかない方ですね。こちらにつけております。いかがでしょうか、いかがでしょうか。かなりいい感じですね、確かに。まあ、EQ いじればまたドンシャリ系にもなりますしね。ちょっともう一個のアンプの方を鳴らしてみたいと思います。個人的にアンプモデリングの方がズンズン来るなっていう感じはしますね。じゃあちょっと単音の音を弾いてみましょうかね。次アンプ、ちょっとアンプの方がキーンってする感じですね。では続いてリターンに刺した音を鳴らしてみます。ラインっぽい音になりますね。続いてアンプモデリング、
ラを通してだと分かりづらいかもしれないんですけれども、僕はですねリターンよりも普通にインプットに挿した方が好きですね。通常のインプットに挿してエフェクターで鳴らします。次アンプです。今回鳴らしてみた感じ、まあ、個人的にはですねインプットに挿して DZ で鳴らすっていうのか、歪み的にとかリフ的にはですねしっくりきたかなという風な感じがします。いや本当にこれ1台で結構ライブでも全然いけると思います。僕もライブでこういう風な感じで弾いてみたらみたいな感じの動画もですね上げていますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。まあ、これからもですね手頃なエフェクターをですね、まあ、いろんな使い方いろんな試し方していってたくさん紹介していきたいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。